たびたび話してきましたが、オーストラリア潜水艦建造計画はまだまだ完成は先のようですね。では、最新版の情報とともにクワントに。参加オーストラリアはどのように進むのでしょうか、見ていきます。今後、潜水艦の能力は上がってくるでしょうが、日米の潜水艦能力には追いつけないですね。世界2トップの潜水艦技術は極秘。オーストラリアには悪いけど日本を選ばなくてよかった。オーストラリア海軍といえば、近年は艦艇数の増加に努めているイメージがあるが、こうした軍備の拡張路線に転じたのは実は最近の2009年頃からの傾向だということができる。オーストラリアは日本と戦った太平洋戦争以後、旧ソ連の崩壊までの冷戦構造時も含めて、そこまで自国を軍事的に脅かす勢力を身近にしておらず、したがって軍備も軽微な形だった。これに変化の兆しを自覚させたのが、東シナ海、南シナ海と自国の経済発展と呼応して海洋への進出を加速させてきた中国海軍の増強であり、オーストラリアも次第に危機感を抱くようになった。まず、オーストラリア海軍は駆逐艦の更新から始め、スペインナバンティア社のアルバロデバ3級イージス艦を3隻、ホバート級イージス艦として2017年から就役させている。また、同じく、スペインの強襲揚陸艦、フアン・カルロス1世の同系艦となるキャンベラ級強襲揚陸艦も2隻を2014年から就役させており、現在のオーストラリア海軍の中でも最大規模の艦艇である。キャンベラ級強襲揚陸艦は、スキージャンプ式の発艦方式も備えている。艦艇ではあるが、固定翼、機能運用予定はなく、日本やイギリスのような F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達もしていない。これらホバート級イージス駆逐艦、キャンベラ級強襲揚陸艦の調達と並行して、現在運用中であるコリンズ級攻撃型潜水艦6隻の更新を目指したのがアタック級潜水艦計画だった。コリンズ級攻撃型潜水艦は、スウェーデンコックムス社によって同国のベステルイエトランド級をベースに設計された通常動力型潜水艦で、水中排水量は3倍近い約3300トンにも達した。コリンズ級潜水艦の建造自体はオーストラリアの都市アデレードで行われたが、それまで潜水艦建造の経験がなかったオーストラリア側の問題も多く、静粛性に難があり、トラブルも多発した。それでも、1990年から2001年までに6隻が建造されたコリンズ級は、30年以上を経過した2021年でも現役を続けており、その意味では欠陥が指摘されながらも修正を施して今に至ったと言える。オーストラリア海軍は、こうしたコリンズ級潜水艦の問題も鑑みながら、代替潜水艦の調達に動いたと思われるが、2016年に決定されたそれは、フランスのシフラン級を仕様変更する案だった。これは、本国のフランスでは、シフラン級原子力潜水艦として計画中だった。艦の動力を、
オーストラリアの仕様に合わせて通常動力型に改めるというもので、アタック級潜水艦計画と名付けられた。オーストラリアは2000年代からすでにこの現行のコリンズ級を代替するアタック級潜水艦計画を起としてきたが、当初それは2030年前後には収益を開始させる予定で、全12隻の建造を目指していた。この間にオーストラリア空軍が運用していた F-111C 戦闘爆撃機が退役を迎え、これによりアタック級潜水艦計画はそれを補完するために艦隊地長距離巡航ミサイルの搭載を求められることとなった。そのためこうした兵装が想定されていないドイツの214型や日本の総流型をベースとした潜水艦は選考から外され、フランスのシュフラン級が選択されたものと考えられている。前述のようにイージス駆逐艦や強襲揚陸艦もスペインからの調達を成功させていたオーストラリアは、同様の手法で国外ベースの調達が可能と考えていたのかもしれないが、実際は厳しかった。アタック級潜水艦計画どころか、フランス本国でのシュフラン級の建造も大幅に遅れており、スケジュールは元より建造に要する初期費も当初の想定の 1.5 倍にまで上昇してしまった。また、オーストラリアがアタック級潜水艦計画の条件としていた同国内での雇用の創出についても、フランス側との認識の齟齬が指摘されており、その点からも計画そのものの見直しまで囁かれている。個人的には、オーストラリアのアタック級潜水艦計画は、かなりの確率で、キャンセルになるのではないかと想像しているが、その場合、対応策は、どうなるのかの落としどころが、微妙となるだろう。一説には、現行のコリンズ級潜水艦に、延命措置を施して、時間を稼ぎ、新型潜水艦は攻撃型と戦略型を分けて考えて各々調達するとの見方もあるが、予算的、時間的にそれが可能かは不明だ。今回のアタック級潜水艦計画の問題点は、現物が存在しない机上の案を採用したことと、潜水艦の使用目的を限定できなかった点にあるのではないかと思わざるを得ない。日本も他人事ではなく、例えば陸上配備型のイージス・アショア導入計画が土壇場で白紙撤回されるなど、他国に依存する分野で予定外の事実が発覚し、軌道修正を強いられている。現在進行形で見れば、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機開発が、こうした状態に陥らないように、関係各所はマネジメントに細心の注意を払ってもらいたいと切に希望する。